速攻の走り出しとかディフェンスの高さとか全て迫力がありました。本当前向きにこう攻撃してきたりとかディフェンスしてきてたんで、やっぱその辺がさすが茨城の、まあ、ハンドボールは有名なんでそういう感じを受けました。いろいろな、まあ、シュートを見せていったんですけど、やっぱりやればやるほど覚えてくると思いますし、こう自分のものになってくるんで、やっぱ子どもたちが少しでもそういう考えを持ってくれたらなと思っていろいろなシュートを試してみました。三津街道界隈は本当にハンドボールが盛んで、皆さんすごい熱心 でそれにその大人たちの情熱がちゃんとうまいこと子どもたちに伝わって、それがプレーにつながってるなと思いましたよね。この茨城の人のハンドボールへの思い、やっぱり盛り上げていくっていうこの長年の成果が今日の立ち見席まで出たくらい前につながってるんだと思います。茨城国体、成功するように祈っております。特に、これだけ皆さんハンドボールに力を入れてらっしゃるんで、ハンドボールは全クラスで優勝していただけると嬉しいですね。9番は